世界アジア東、アジア日本南西諸島大隅諸島種子島大隅、諸島種子島は九州の鹿児島県に属し、大隅諸島を構成する島の一つ、鹿児島県にある有人離島の中で最も東に位置する。人口は県内では奄美大島に次いで2番目に多く、また面積は日本では10番目、県内では奄美大島、薬島に次いで3番目に大きい。 最高地点の標高は海方の282.4メートルで、海側から見ると、ほとんど平らにしか見えず、1936メートル、ある隣の薬島と比べると対照的である。中心都市は、西の表市。西の表市市街地中種町市街地種ヶ島で、最も古い遺跡は、南種町、横峰遺跡、中種町立切れ遺跡、大津保畑遺跡で、 約3万5千年前の遺跡である。これらの遺跡は、鹿児島県内で最も古い遺跡である。また、旧石器時代に人類が生活をした数少ない、離島の一つでもある。種ヶ島では、採石器文化も確認されていて、南種町ゼニガメ遺跡は、採石器文化が確認された日本列島最南端の遺跡である。縄文時代の種子島では、九州島南部の縄文文化とほぼ同一の、 土器様式が確認されている。一方、弥生時代後期から7世紀にかけての種ヶ島では、独自の海文化が展開した。その種ヶ島独自の海文化を代表する遺跡として、南種町広田遺跡が著名であり、海製品を中心とする広田遺跡の出土品は、国の重要文化財に指定されている。8世紀になると、種子島は、律令国家の支配下に置かれる。 大砲2年に、両政国として、隣の薬島も含めて、種国が置かれ、島北部に、ノーマン軍、南部に、熊毛軍が設けられた。中央より国士が任じられ、種国士として二党を支配した。しかし、種国は、平安時代前期の天朝元年に廃止され、ノーマン軍は、熊毛軍に統合し、大隅国に編入された。鎌倉時代には、三和市、日御氏が支配し、 室町時代以降には、日後の氏族種ヶ島氏がこの地を治めた。鉄砲伝来の地で、ひなわ銃の製作が始められた場所でもあったため、国産のひなわ銃は、種ヶ島と呼ばれていた。種ヶ島宇宙センターなど、宇宙関連施設が多く建てられ、日本における宇宙開発の一翼を担っている。また、最近では、多くのサーファーが移住し、マリンスポーツ等も盛んに行われている。 戦前より、県内外からの移住者が多く、その出身もともたよう、島の内陸部にある16番や20番という地名は、開拓番号がそのまま集落名になったものである。地形図国土地理院地図、陸系下浜部屋、海上上の小岩、無名の岩を除く、種ヶ島を構成する一市二町は揃って、1986年10月18日に、大阪府堺市と、 有効都市定携を結んだ、いわゆる鉄砲つながりで、境祭り、種ヶ島鉄砲祭りに、相互参加している。種ヶ島宇宙センター種ヶ島合同庁舎くまげ、市長本館島内の郵便物や、U パックはカーフェリーに郵便車ごと乗せて、鹿児島市との間を往復している。種ヶ島鹿児島間には高速船、フェリー、航空機がそれぞれ運航され、1日あたりの そういう総人員は片道約3000人に及ぶ。航路の詳細や運行時刻などは、各社の項目、または公式サイトなどを参照。大きく分けて、客船航路は、西の表市の西の表港区、南種町の島間港区の2行に分けられる。主に、鹿児島航路トッピー、ロケット、プリンセス若さ、ハイビスカス、新種がしままる、新し摩が、主要主に、薬島、 宮野浦駅のフェリー太陽が使用。新薩摩から見た西の表港区の様子。画像中央。青のパース場所が、鹿児島商船、ハイビスカス乗り場。2012年12月中旬。鹿児島への航路は、岩崎グループ及び島ルグループが就航しており、薬島への航路は両グループに加え薬島町が、就航している。高速線については、前期2社が競合していたが、 2009年10月から一部の便において両グループの共同運航が開始された後、2012年4月からは両グループの共同運航会社である主子、薬高速船に全便が移管された高速船、ボーイング929による運航、2012年3月31日までは、鹿児島商船のトッピー及びコスモライン、ロケットがそれぞれ運航され競合していた。 フェリー貨物フェリー路路線、半嶺、薬島、宮野浦港、鹿児島港、鹿児島湾内かつて運行されていた、主な航路、編集2002年1月頃、建て替えられる前の西の表港、長年にわたり岩崎グループが、島内路線を運行していたが2009年に撤退し、以後は、島内の貸切バスの運行や、コミュニティバスの受託運行を行っている。コミュニティバス、 編集3市町ともそれぞれ独自のコミュニティバスを運行している。沖縄県の本土復帰に伴い、1975年、県道18号西の表南種線が国道に昇格。現在の西の表南種線は東海岸側を通る県道75号となっている。近年改良が進み、比較的走りやすくなった。特に県道76号は拡張、直線化が進み、 国道の保管道路としての役割が大きい、鉄の精錬とタンや製品の生産が古くから行われてきた。その技術は、ポルトガル伝代の鉄砲の生産に引き継がれ、その時代が過ぎるとハサミや包丁などの日用品、そして農具の生産へと移っていった。タンや製品の中でも、ハサミは切れ味、耐久性、デザインなどに優れ、全国的にもその名が行き渡っていたが、 後継者がおらず衰退している。お祭り文化施設神社仏閣自然馬立ての、岩屋近辺の祈願賢状海岸近辺、大塩屋地区賢海岸近辺、大塩屋地区温泉南種町河内温泉、平山温泉鉄砲電来館電固定電話携帯、電話インターネット、ありがとうございます。